バスケットボール男子で、全米大学体育協会、んかー、ディビジョン1ネブラスカ大に所属する富永啓生は3日、日本時間4日、大学最後のホームゲームとなるラトガース大との一戦に出場。チーム最多の18得点をマークし、67から56の勝利に大きく貢献した。試合後に投稿した地元への感謝に対し、 ペイファンからは、あなたは記憶に永遠に残る、君より優れた30番を想像できない、などと絶賛とねぎらいの声が集まった。富永が最後まで地元ファンの心をつかんだ、大学4年、公式戦では最後となるホームでの試合。最大の見せ場は57から48とリードした終盤だ。ラインから離れた位置からステップバックスリー。 ファウルを受けながらも見事にリングを射抜き、場内は大歓声。フリースローも決めて、4点プレーを成立させた。大活躍の後、富永は X で、この3シーズン、TBA でプレーできたことを光栄に思います。ハスカーファンからの応援がなくなるのは寂しいけど、あなたたちのエネルギーに並ぶ人は永遠にいないでしょう。本当にありがとう。 と感謝を記した。米ファンからはねぎらいと称賛の声が殺到している。形勢、あなたはハスカーファンの記憶に永遠に残るでしょう。ネブラスカ大でプレイしてくれてありがとう。ここ数年くんを見ていて本当に楽しかった。君はファンのお気に入りになったし、伝説として語り継がれるだろう。 ネブラスカ大学にプログラム史上初のカートーナメント優勝をもたらすことができれば、あなたの伝説は1万年語り継がれるだろう。君のプレーを見るのは楽しかったよ。ネブラスカのバスケットボールに活気を取り戻してくれてありがとう。あなたのハッスルとスキルは、みんなをワクワクさせてくれました。これから先の幸運を祈ります。また訪ねてきてね。乾杯。 正直言うと、君より優れた30番を想像できないから背番号が欠番になることを祈っているよ。君でいてくれてありがとう。君のプレイが見られなくなるのは寂しいよ。思い出に残るシーズンをありがとう。この人のおかげで、私の息子はネブラスカのバスケットボールが本当に好きになった。今までありがとう。でも、まだ仕事は終わってないよ。 形成、ありがとうございました。昨週の W 杯では日本代表として、パリゴリン出場権獲得に貢献した富永。3ポイントシュートの名手として米国でも知られる存在となった。現地メディアにも NBA ウォリアーズのスター選手、ステフィン・カリーに例えられ、ジャパニーズ・カリーと称賛され、カリー本人も反応するなど話題に。 今後はトーナメントのプレー、NBA ドラフトへのエントリーについても注目が集まる。